さあ、英単語の時間がやってまいりました。本日334回目の今日の表現はですね、ライブラリアン。さあ皆さん、意味はどうでしょう。図書館員ということでよろしかったと思います。さあ問題はですね、なぜこのライブラリアンが図書館員という意味につながっていくのか。そのヒントはスペルですね。つまり綴りにございます。さあ皆さん、ライブラリアンをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語に気づけますね。もちろんライブラリーですよね。図書館というところから図書館員とつなげるのは難しないと思います。ですからもうすでにこちらに書いております。ただしですね、あえてこちらに書いたのはライブラリーを図書館という意味しか知らない、これだとちょっとまずいんじゃないかなというところで、もう一つ押さえていただきたくですね、書いてみました。皆さん、ライブラリーは確かに図書館でいいんですが、図書館は公的なものですね、自分以外にいろんな人が使える、そのイメージです。で、その公的な学習スペース、学習空間、それを私的なものに置き換えると、これにつながりますよね。書斎です。ですから図書館は公的なものですが、書斎は私的なものですね。そういうふうにイメージしていただけると定着はさせやすいかと思います。そしてこの私的な勉強空間、学習空間というところから、この単語もですね、合わせて押さえておいていただけるといいかと思います。もちろんスタディですよね。もちろんスタディは勉強、問題ないかと思うんですが、それも書斎という意味がちゃんとあるんですね。ですから個人的な学習空間というところから書斎、これも合わせて押さえていただけるとよろしいかと思います。言いますかね。で、ライブラリアン図書館員ですが、こちら公式問題集グレーの2のテスト2のパート7、回答冊子156ページにも掲載されておりますので参考になさってください。そして我々はですね、皆様の TOEIC のスコアアップ、こちらにつながるようですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。